作家会議収集家の木原博一。歌手で役者で頑張っております日月陽子ですディレクターの佐々木高正ですいやー、はい、3月13日の放送です、はい、収録をしている今日はバレンタインで収録そうですね2月14日1ヶ月なんですけどもね、はい、あの年明け早々の収録が1月17日の 阪神八大震災の日に収録したという、うん、なんかねセンシティブな収録の1回目になったというのは、うん、あの記憶に新しいところだったりはするんですけれども3月13日って、えー、今から13年前の2011年の3月11日に東日本大震災があって、うん、それからあのその3・11から、まあ、2日経ったという、あのー、放送日ですよね。はい 僕は今年と来年特に今年は地震に対してはセンシティブででいいたいと思うんですよ、うん、1>, 1月1日にあの令和6年の東半島地震があったからというだけではなくて、うんうん、ちょっと妙な、あのー、感じがすると思ってゾワゾワしてるんですけどね、うん、何もないお前考えすぎじゃ人を驚かすような話し方をするなというふうに怒られて。 何にもなかったやんけと言われるのが幸せです。うん、えあのー、それでも誰かがね。うん、注意しとこうね。油断しないようにしようね。って言い続ける必要性は、うん、あのー、あると思います。うん、え、心新たにすることだということに。でもしない限りには、今から13年前に、うん、あのー、起こったあのー、大地震の。 教訓は何もないのかと、うん、忘れてしまったのか、うん、初期化されているのかっていうことがない方がいいと思います。ね、1>, 1月1日に能登半島で、えー、災害に遭われた方があのたくさんいらっしゃるだけにね何にもなかったところがいつまでも何もないのだというふうに思うのは油断以外の何物でもないと、あのー、思います。強くくしたいわけではなくて 心に留めていただければ、うん、あのー、ありがたいと思っています。階段からの願いですっていうところですね。えーはい、お便り来てるんです。こちらもまたたくさん来てますよ。はい、来てますよ。はい。読みたいと思います。はい。木原先生。はい。日月さん、佐々木さん、はじめまして。はじめまして。<laughs> はじめましての方です、ね。あ、初めてのお便りの方ですね。東京都杉並区の市と申します。市さん。市さん。あの、私も東京都杉並区民ですんで。<laughs> はい。ありがとうございます。はい。 怪談ラジオは怖い火曜日の頃から聞いていたリスナーです懐かしいですね、うん、実は告白しますが2020年から2022年まで、うん、一旦怪談ラジオから離れて刺激を求め怪談系 YouTuber の話を聞きまくっていました<ー>ですが最初頃いわゆる、えー、実話系怪談に喜んでいたのですが次第に「そんなことある?」とか、えー「そんな状況でそんな行動本当に取れるの?」 とか考察とか言って強引すぎないなどなど納得できないことがあまりに多すぎて実は実はと言いながらまがいものを大量に聞いていただけじゃないかと思うようになり、うん、改めて怪談ラジオを聞き直したところ以前から全く売れない無直なまでの木原先生の変わらない姿勢に感激し信頼 安心して聞くことができる階段はここしかないと改めて階段ラジオの良さを再発見した次第でございますここしかないありがとうございますブレ、まあ、てないですもんねありがとうございますブレ、うん、てないですね本当に木原先生は100年後も検証に耐えるよう階段を残そうとされており心の底から階段を愛されているんですねそこで今までで唯一印象に残る階段を投稿したいと思いますほう 体験者は私だけで、第三者と経験は共有しておりません。ですから、あくまで私だけの指摘の体験になります。10年ほど前、遥か秋だったと思います。時刻は午後2時前後。私の仕事は外回りが多く、いつもの通り午後に自転車に乗って事務所から外出し、片側2車線、歩道も十分広さのある通りを走っておりました。 そのの途中、民間の自動車整備工場があります整備場部分はすべて通りに面しており車は一度に3台整備できる希望ですまた整備場は開け放たれており一目で整備場の中を見渡せます、えー、整備場内に1台の日本車があり 2m ほどの高さにジャッキアップされておりました、うん、自転車で走りながら 何気なくその車を見たところで意外な光景に自転車を一旦止め改めて車を見直しました、うん、見直した位置は車を少し過ぎ自転車に乗りながら斜め後ろを下から見上げることになります、うん、車との距離は3メートルほど、うん、実は助手席に座人が座っていたのです、うん、その方は痩せ型の70代女性と思われ 髪型はボサボサではなく整えられておりました。服装は斜め下からなので、はっきりと確認できたわけではないのですが、肩の辺りから推測するに和服と思わしきものを着ていました。いわゆる死に装束ではなく、地味な色合いの服でした。ただ、私の目,の目を釘付けにしたのは、その顔と姿勢で顔に血の毛が全くなく、死んだ人の顔。 姿勢は座席にもたれかからず背筋を伸ばした状態で、耳広き、まばたきも一切せず正面を向いておりました。なお、瞳に正気は感じられませんでしたが、目は黒目だけとかなく、普通の目をしておりました。とっさに死んだ人が助手席に座っていると思ったのですが、日中の真昼間、車の通りも激しい通り沿い。 何より一切透けることなく顔色以外は人そのものだったので思考が、えー、この整備工場は助手席に人を乗せたまま作業するのかななんて、えー、およそ非現実な考えも巡らせておりました。 ただ、あまりにはっきりと見えるので私以外にも見えるんじゃないかと思い誰かに聞いてみたかったのですがあいにく整備工場には誰もおらずえ隣接のオフィスにも人はいるのでしょうがわざわざオフィスの扉を開けてまで妙竹、えー、林な話をするのもはばかられ車に気を取られておりましたので歩行者がいたかどうかは気がつかず。その後、 あまりまじまじ見て相手がこちらに気づいて目もあったり取りつかれるのかもと余計な怒ると知識が頭を揺ぎり、えー、あまり刺激しないようにその場を離れることにしました自転車で少し走りもしかしたら消えてるかもと振り返ってみたのですが全く同じ姿勢のままでした当時ガラケーは持ち歩いていたんですが日頃から写真を撮る習慣はなく写真を撮ることは思いつきませんでしたあり得る可能性としては 人形を助手席に乗っけていたのですが肌の質感は人そのもので老人形やマネキンの見間違いではありません日中の日常の中に現れた体験のため恐怖心は全く起こらず変なも変なものを見てしまったなという感想ですなおその自動車整備工場はその体験以前から私は利用していてそれ以降も何度も車検でお世話になっておりますがそれ以降も以前も全 全くそのような経験は一切ありませんそれで木原先生にお聞きしたいんですがこの世ならざるものに会った時の体験談としてその時は顔をはっきり見たが思い返すと髪型服装は思い出せるが顔を思い出せないとよく聞いております、うん、それがこの世ならざるものに出会った証拠のように言われています私の場合は時間経過の記憶の風化はありますがむしろ顔の印象が強く 顔が思いいい出せせないとということはありません階段を収集されていて顔を思い出せない割合は顔を覚えている方に比べどれほどの割合とお感じでしょうかまた、えー、顔を覚えているいないの違いは出るのはどのような条件の違いがあったとお考えでしょうか是非木原先生の考察を伺えればと思います。という。すばらしいお便りですね。うんうんうん 初めてお便りをいただいたと思えないぐらいっていうところだったりします。うん、で、この階段のあの注意すべき、あの最も大きなあの特徴は、はい、あのジャッキアップされた車の助手席に座っているという部分です。うんうん、ジャッキアップされてる車ですから、あの下から上を見上げるという視線になって。 いますジャッキアップの、あのー、いやその前に皆さんジャッキアップって分かりますってやつですね、ええ、あの車の整備の時に、あのー、昔はね、あのー、というかほとんどのところは今もそうでしょうけども、うん、設備のないところはあの下にねあの薄い板にあのキャスターみたいなのをつけて、うん、ガラガラと下に潜り込んで上を向いて、あのー、車の下側、うん、あのお腹の部分の あの要するにオイルパンをどうとこうとするだとかあのねえパイプ系をどうたらこうたらするだとか排気管をどうたらこうたらするというあの整備をやっていたものが時間もかかればあの寝転んでやるのであの疲れるのでというのであの下からあの油圧の。 あの太いあのシリンダーをこう上に上げて車の,あの、ね、車輪を乗せたあの鉄板を上に上げてた、うんま、ったまま整備できるといえばいいですかね、うんえー、整備しやすいようにするということがあの都会の優秀な作業場ではそれを導入して、まあ、やっているというのを、うん、たまたま通りかかって、うん、あのご覧になったというふうに。うん、であの当然聞いてて誰もが当たり前だと思います。<っ>整備する車に あのユーザーが乗ってるわけがない。そうですね。普通は乗らない。逆で、うん、助手席ですから、はい、ユーザーでもない。ないですね。ですよね。うん、え、あのー、まあ別にあの道理として考えてかんあのあ答えとしては明らかです。その人があおしっこ行こうと思ってドア開けたらストーンと下にんです、ね、高いですからね。それからあの人に乗られると。 あのジャッキッキアプされてるわけですから車のバランス危ない、うんね、危ないっていうふうに傾くまで重い人ではなかろうっていうところだったりするので、うん、つまり普通の状態から言ってそのところに人がいるわけがないというところだからこそ、はい、あの目に留まったのであると思うんです、うんうん、そうでなければ上に上げられたジャッキアップされた車って、うん、目の高さぐらいのところに車輪が大体。 自転車乗ってるとね、うん、車輪があるというくらいの程度のもんだったりするわけですから、うん、あ,のあまりフロントガラスの中を見ようということはしないのでそもそもフロントあのたまたまかとこの方は思われてるかもわからないのですが、うん、あの通過する際に親と思って視界に入って通り過ぎる,ることができずにあの要するに過ぎたところで止まってます。うん、いわゆる、えー 整備工場の前で止まったわけでもなく、うん、真ん中で止まったわけでもなく、うん、親と思って止めるまでに発見から通過する寸前までの長い間見ていて通過しきる前に止まってます、うん、したがって自転車の後輪はあのー、ジャッキアップされている車乗っけているプレートからさほど離れてない位置に自転車の後輪があったと推察できます、うん、でこの方、あのー、触れておられませんけれども、ね あのー、見えない部分に重要なポイントがあります。<え>このおばあちゃん、車の座席シートで正座してますよ。<ー>姿勢がね。うん、違います。姿勢がピンと、うん、あの、をしているのは正座したら伸びるという考え方があったりするか、らそう思うかもわからないですけども。うん、ジャッキアップされた車から、シートにお尻が沈んでいると。顔が全部見えません。はいうん、見える部分がちゃいますもんね。<ー>下から見上げてるし。そう,ねうん、そう。うん ピシッと背筋を伸ばした姿勢で正座をして座っているので、うん、ある程度の肩先がうつ見えているから、うん、着物を着ているのだというのが分かったということですねしたがってあのこの方車に乗るつもりで乗っているという方ではない人を目撃されたという言い方が言えますつまりあの人がそこにおったってそんな姿勢を取らないんだから あの、うん、要するにがってあれですあの車の居住空間、うん、ユーティリティに身を任せないということをやっているという変わったことをやってるから空目にもつくしもうちょっとあの気が付くともっと驚いたと思うんですけども、うん、ここから肩あの服が分かるほどの顔が見えるわけないやんか、うん、っていうことだとあの相当にショックを受けて背筋が寒くなってると思います。うん うん、つまり同じ現場にいても同じ現場に多分僕がいたら、うん、声を詰まらせるぐらい驚くっていうことをやってると思いますっていうふうに「え,えあそこに人が乗ってたらおかしいから」って言ったら「違うやんかあの人なんて精査してんねや」うんうん、見えへんやん」って「違うやんか型から植える」って「見えるわけないやんか」みたいな。 中か書かれてる内容の年齢から推察するに年、うん、を取ったあのおばあちゃんだというふうにあの思えるとね年、うん、取ってから大きくなる人はいないそうですねすからね、うん、あの腰も曲がるおもんですからっていうところですからうん、うん、姿勢をちゃんとしてるからだけでそれほどよくは見えないとあの思うのでということだったりするわけですから、うん、沈んでる お尻に対してて高ささが上乗せされてるというのはこう製外にないと思うからです、ねうん、なるので、ねうん、それで驚きでえっとね、えー、質問がいくつかあった中で印象的な質問だったのが、うん、顔がボケてるっていう話というのが多いことはこれは僕の取材の体験上はあの最も多かったりしたりするんですが、うん、顔がはっきりしないものっていうものがないわけではなくちゃんと顔の識別が全部できて「えれどれさん!」 ななんでここにおんの<ー>みたいなケースもあるんことありますでむしろ名前が識別できるってぐらいの知り合いの人間の方の顔がボケてる方がおかしいでしょっていうことになるわけですからあ,<ー>あの像がピントがボケたかのようになるケースもあればならないケースもあるんですけれどもその決定づける境界ラインの条件付けというのは未だよくわかりません<ー>ただ判例として顔がはっきりしなくて印象が薄いって いうのって、うん、はっきりした記号の方だけをよく覚えているからだという点が多分に含まれています、うん、ちょっと妙なこと言いますけど、うん、あのー、あれちょっとおかしいなと思う人が目の前に現れてえ,え、え何がおかしいと思ってるんだろう俺っていうことがあるならなおさらですけれども、はい、相手の顔を言うほどマジマジと見ないですよ、ねうん、だからこそ余計が余計に 服や靴や髪型の印象はパッと記号で入って覚えていやすくてあの消去されにくかったりする形で残存するんですけど、うん、顔はそんなにまじまじと見たらこの方がおっしゃってる通りです。うん、パッと気がついて、うん、え何、っていう目線を送られたら、うん、罰が悪いい、まあ、失礼と思っちゃいますもんね、うん、だから、うんあのー、ずっとは見てたけれどもで救われていてずっと顔がボケることなくという認識がすることができたのは、うん、そのおばあちゃんが。 硬くなに真っ正面を見てくれていると見ているという状況が崩れなかったから、眺めることができて、顔もおぼ顔立ちも覚えるところまではあのい、ー、ったんだと思います。うんうん、まあつまりちゃんと顔が記憶できるほどの状態は場合によっては。 相手の状態によるマジマジと見れる状況やったから覚えてたんです、ね、んこの方しかも通行人で、ね、あのジャッキアップされた車の中だからこそ眺めててもおかしくないということがあったので<ー>目線を変えることだとか注意深く観察することにちょっとした勇気みたいなのが湧いていて。<ー>あの目線があったところで 反らして自転車で過ぎればいいわけですから、うん、っていうのがあったからあの注意力が、あのー、全般的にあの細かなところままで届いいいたたととう点が、あのー、大きかったりすると思いまする思、うん、これを通過際にピッと止まって「あれ?」と見た時に「何?」っていうふうに顔を向けられたら「うん、あっと」と「と失礼しました」と言わんばかりにスーッと言って、うん、顔の印象どうだっけっていうので。 あのー、印象的にボケるっていうのが入ってくるとは思うんです。目、うん、目と目があったので罰が悪くってっていう風に、うんうん、で正座してるからこそ着物を着てたけれどもっていうところであの死に装束ではなかったって書いてありますけど、うん、死に装束ではなくて白い着物ではなかったとおっしゃりたいんでしょう。そういうことですねで着物の折り目まではわからないと思うというのと、うん、それは白くなかったからっていうことも。うんうんうん あるけれどもどもううやら和服は着ててたたみいいでですすねっていうとこまあ整備工場であのジャッキアップされてた車の助手席に人がいるだけでもおかしいので、うん、あの下から見上げてあの、ね、おばあちゃんだと識別できるのに着物まで分かるっていうところだったりすると、うん、何もかもそんなところにあるわけがないのにの上に着物というちょっと杉並みの整備工場の <laughs> 現場とは合わないイメージが、うん、なおのことこの話のあのー、面白さを引き立てています。うん、で、あえて言うならば信じられない要素でできてるんです。そうですね、和服のおばあちゃんが座ってるのが、うん、あの車のこうあの上にジャッキアップされたとか見えるわけがないんです。うん、どうかするとシートに座ってると人の頭らしきものが見えるかもわからないけれども、うん、人の肌らしきものは見えない可能性だって。 角度によっては、うん、あの見えないかもしれませんジャッキアップされた車が道路により近ければあのー、なおのこと自転車の距離は近いので、うん、自転車のあのー、とあのー、距離が近いとあのー、角度が、うん、あのー、いわゆる下から見上げる率が高いので、うん、余計見えません、うんうん、だからたまたま人が座ってたところで見るわけがないわけだからあのー 正座という推理が、うん、あのしやすかったりするんですが正座してると思えば思うほどあるわけないやんけっていうに余計思いますよねというところですからこの回は顔を人に見てもらうことのみで成立しているというアイデンティティー まあ正義がないいと感じるぐらいまで見,れられ見られてますもんね、えー、見えてないけれども腰かかから下があったもんか分かったたたもももんんんじゃなないいみたいなもんですよ、ねうん、で自転車でねちょっと走ってまたもしかしたら聞いてるか思って振り返ってらまだおったっていうずっといたんでしょういや、ね、その方振り返って見てるっていう大変優秀な観察を持ってるんだけどです、ねね、最初から見えてたんですよ、うん、人のように見えるなまるでおばあちゃんみたいや、うん、へえジャッキアップした車におばあちゃんが「ええー」 えおかしくないと思ってきっと止めたのがその場所だったんだと思うんですよしたがって目撃退行時間は割と長かったと思いますっていう上に目撃をやめて過ぎ去った後ももう一回見てみたら見えるっていうねんからなかなかなかいですよですね,ね全く同じ姿勢のままやったよね、うん、で、うん、あの会議でないんだったとするならば整備工場の手落ちにするしかないですそうですね <laughs> いやまま、ね、だって人を出せたまんましかも助手席ですよあげて上げて上げてみたいなことをやってたりするっていうことをやるわけですから、うん、不手際ですよね整備、うん、工場のあいやあの安全確認を重ねた上でジャッキを上げるので、うん、その確認作業をどうしたのということを突まなければならなくなるので聞いても無駄だと思います、うん、もし聞いたら「乗ってるわけないでしょ」の、うん、一言で片付けられるっていう,うに、はい、そんなこと言ったってじゃあ一緒に来てくださいって言ったら「 どこにいるんですすかっっていうのをいやのっていうことになったと思うんですよでよもねじゃどういう時間帯に行ってどんなタイミングだったのかあれですけどずっと待ってそんなに長く待たなくてもジャッキアップされた車から真昼間からそんなに人が離れっぱなしということもないんですけどね。 やっぱ危ないあのー、人が離れる時間が長いのらならば、うん、車は一旦降ろせばいいわけですっていう考え方も成立しやすいと思うので、うん、まあ何かがあってちょっと離れた程度の間にたまたま通りかかってご覧になった可能性が高いですからあともうちょっと粘って。 てたらそうですね整備工場の人に「あのー、か乗ってますよて誰か行きつけの整備工場が余計にまあまあね聞きやすいでしょうしいいんですかあれで」うん、っていうふうに「できた可能性は高かったりはするんです」っていうとこだったりするわけですがうん、うん、あの目撃に弾を書点において必要な要素はまあほぼ全部埋まっているので、うん、まず体験投稿というか。 あのお便りとしてはあの高性能ですね階談の体験談をしてみたらあの分からないという必要な部分は全部埋まっているので分からないということがない不足してい先週の放送も不足してるものが何もない優秀なあの注意力っていう,う,うを持たれた形で。 あの、書かれておられますっていうところで、ね、はい、木原さんのことだから、きっとここが気になるんだろうって。うん、使う使わない、重要視するかしないか、関係なく。うん、ここまで書いとかんと、あいつ、どこ突っ込んでくるか、わからへんからなあ、みたいなことが、ちゃんと行き届いていいなと思ったりはするんです。で、まあ、第三者のね、向こう行けないが、余計にこう、はい、かっちりとね、書いてくださってます。から、ね、その通りですね、でも、これだけの長い時間の、うん、あの、観察力。僕は通常、通俗的に、通常的に、対空時間と言いますけど、うんうん、接している空間を。はい、この時間の長さの間中、ずっと。 観察力がちゃんと行き届いているという点にあ甲、の、海、ー、との遭遇というのを感じますというところですがーあのー、東京・杉並区というあのー、車通りの多いところこれ井の頭通り沿いの整備工場なんじゃないかなとか僕カットしましたけどこれ井の頭通りです。なんんでカットすんねいい <laughs> いや、うん、<え>いやかっちゃました場所あの、ねいや 車の整備工場と車のディーラーが、あのー、東京杉並区の井の頭通りには多いんですよ。<ー>でさっき見た通りジャッキアップの整備工場ジャッキアップを、あのー、整えて持っているというあの整備工場は大通りに面しているぐらいの 要するにユーザーフレンドリーな設置点なところでないといわゆる車をたくさん整備するんでなかったら経費もったいないでしょという言い方の方が分かりやすいかもしれないですね。でなおかつうちジャッキアップができるぐらいの整備工場なんでっていうのを外にもアピールできるでしょうち使ってくださいっていうとこだったりするからだとすると、えー、杉並区にはもちろんね、あのー、青梅街道もあれば人見街道もあれば。 あの井の頭通りもあるんですけれども古都、うん、車と整備工場とその,あの機材から言うと井の頭通りのこの辺りだろうなっていうふうに思えるところ、うん、あのいわゆるあの浜田山から吉祥寺までの間の可能性が高いなあった、まあ、吉祥寺はあの武蔵野市なんですけどねことにあの浜田山からあの高井戸 <laughs> の先ぐらいまでの間にあるのかなと思ってカンパチ沿いかななんと思って聞いてたんですけれどもね、うん、というところのぐらいの感じです。 猪鹿野ってやっぱ書きあったんだ。そうなんですよ。まあ一応ね場所は伏せとこうかなと思ったんですけれども、うん、さすが木原さん鋭く。うんうんよかったちゃんと猪鹿野通りっていう,ふうにするいた。うんうん。だそうあの書かれてないんですけども、うん、書かれる書かれている条件でっていうことからするとまあそうなるっていうふうに、うん、あの取材を長くやっていると、うん、あの寄せのの寄せ小さな情報のピースで。 あの十分絞られていって、うん、あのこういうところのはずだっていうふうなものというのが、うん、あ,のあるわけですね、うん、でこれができてなかったらでき,ないできた方が、あのー、いやまあできなかったらといった方がいいのかな取材者としてどうなのって、うん、いや、うん、長くやってますとか、まあ、例えば幼少の頃からやってますっていう経験則がどこに生き,、うん、きるのかっていうと、うん、これだけのもので。 どこに気がついて、何をたぐり寄せるのかっていうポイントに繋がっていくわけですね。うん、あの聞き手の方だとか、楽しむ方にあの向かって話しているわけではないです。うん、うん、あの出力する側の人にとって、あの、そんなんなくてもええやんけっていうのって、うん、なくても話せますっていうとこだったりはしますけれども、うん、あの。 それれなならら条件的に言うとと聞かれてる方とあまり変わらないわいけですよ、うん、そこは居直るところではないですよ、うん、というふうにまあ言い方変えてみると「修行とか訓練せえへんからどないや」って言うねんっていうようなベテランってどうなのって, <laughs>、うん、っていうふうに思うっていうふ、うん、やねん野球はルール知らへんかったらできひんのか」っていうに「できるけれどもゲームは成立しません、うん、しにくいです」っていうふうに。 へたっぴやるわけですね、うん、好き勝手なところ投げるとか、うんうん、どんな球が来たって振りゃええねやろうってい,う、うん、いやいや当てないかんのですっていうところだったりするいろんな駆け引きがあったりするわけですけどもあのー、うんあの思いのことに役に立ったりするのってその断片からその場所にとかその体験者にやがて出会うっていうふうに、ん、これ人から聞いたんですけどもねっていうふうにその人が誰だとか、うん、その人の体験がどこでだとかっていうふうに。 あの絞り込めないよりは絞り込めた方が原型の話にたどり着きやすいという形だとかそうやっって原型にたたたどりり着いたケースが多かったりしますえせっかくあの褒めていただいたので冒頭の褒めていただいた返礼に「さまざまなことに気を使ったあの取材をやってます」というところですけど取材の経験と体験を文章に表さない形で生かしていますっていうのが 今の説明でこれ井の頭通りと違うっていうふうに言う点で,、うん、あでしかもこれは霊感などではないからですっていうことだったりするわけですから。 あの当てたことが特別なのではなくて、うん、無駄に道を歩いていないとか、うん、無駄に観察して回ってない、うん、ということを留めていただければっていうのを会議にしかもとっかかってやってるわけですからっていうことを覚えていただければ、うん、この先もこの姿勢崩さずにまっすぐ歩いていきますよという証明になるかなとそう思って話しました引き続きブレずにね、はい、頑張っていきたいと思いますそれでは告知の方に行きたいと思います私日月陽子は日月陽子で SNS などチェックしてくださいよろしくお願いいたします 私はそろそろロンドンに行く準備をしている頃です。うん、あのお土産話があったら、あの、ぜひともここで紹介したいと思います。ます佐々木はですね、ええー、古本四つ目やインスタグラムやっておりますので、ぜひ検索してみてください。番組では別冊怪談ラジオを販売しております。ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、あの語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって。